北海道第5区は廃止された衆議院の選挙区である。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止に至るまで定数は5である。定義上は北方領土を含んでいたが1回も選挙は施行されなかった。現在は北海道第7区、北海道第11区、北海道第12区の一部に分かれている。 日本社会党の勢力が強く、自由民主党と互角の争いを続けた数少ない選挙区であった。社会党が推薦を含め3人の候補を、中選挙区制最後まで立て続けたのは、この選挙区だけである。日本で一番広い選挙区と言われていた。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 その中で、シコタン郡シコタン村、クナシリ郡ク村及びとめ夜別村、エト恵リューベ別村、シャナ郡シャナ村、しべどり郡しべどり村では、行政上実施できなかった。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数。 822,797人。投票率 76.、76.50%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、809,646人。投票率 84.、84.54%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、806,086人。 投票率 83.、83.39%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、79万8917人。投票率 81.、81.91%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数、77万8053人。投票率。 79.30%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、76万9690人、投票率 78.、78.41%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、75万2210人、投票率、 81.62%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、72万5402人。投票率 78.、78.60%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数、71万4900人。 投票率 76.、76.19%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数65、658。414人投票率 77.、77.29%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、64万399人、投票率、 73.50%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数。60万6389人。投票率70.60%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数。56万5908人。 投票率 75.、75.13%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、51万9865人、投票率 76.、76.94%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、49万3498人。 投票率 74.、74.63%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、50万5388人。投票率 72.、72.32%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、41万5774人。投票率。 69.54%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数39万1477人、投票率59.14%。ありがとうございます。